輸出者輸出者輸出輸出輸輸輸輸輸出者、輸出、輸出者数。はい。これはなんだかな。いやー、はい。ということでね、前回の続きやりたいと思います。前回ね、ちょっとビデオの調子悪くてね、ちょっとね、あんまりいい撮り方がしてませんでしたが、今回はね、大丈夫だと思います。はい。ということでね、ご紹介するのは、もちろんこちらです。はい。ドラゴンボールマッチメイカーズから、フリーザ様ですね。はい。こちらをね、今日は開封したいと思います。いやー、こっちはね、ちょっと悟空よりちょっと期待してるんですよね、自分的に。うん、結構、なんか、良さげなんだよな。まあ、ね、映像ケースさんはいつものごとくバロックさんということでね。はい。ではね、こちら開封したいと思います。はい。ということでね、開封し終わりました。一応ねビニールの状態ですけれども、ね見ていきましょう。まず、尻尾ですね。極太の尻尾。で、足、台座、支柱。で胴体、頭ですね。はい、こういう感じですね。パーツ数は悟空よりは多いですね。はい、ではね、組み立てたいと思います。はい、ということでね、開封じゃなくて組み立て終わりました。はい、見ていきましょう。いや、これはねすごいです。はい。もう悟空、ごめんなさいね、悟空より圧倒的にこっちの方が好きですっていう。めっちゃいい、これすげえいいよ。これ造形がめっちゃいい、よくできてますね。これフルパワーフリーザ、いやこれはいい。もう顔も似てるしね、もうこの叫んで怒ってる顔、いやーすっげー。この尻尾のここのシワとかもね、すっごいなんかもうリアル。ちゃんと陰影をつけてね、こう曲がってる感じをこうね、つけも分かるようにしてますけどね。でもここら辺の塗装とかもね、ようできてますよこれは。すごいね。手とかもね、すごい。ちゃんと血管もね、再現してるし。こことかの血管もね、うん。いや、すごい造形ですね。いや、これすげえわ。めっちゃかっこよくないですか？かっこいいっつう、まあ、かっこいいっつうか、もう、とりあえず出来が半端なくないですか？これ。いやー、すげえこれ。まあね、相変わらず支柱は1本1本なんでね、ちょっと劣化が気になりますけどね。いや、でもこれはね、素晴らしいね。うん、いや、これはほんとね、フリーザーに関してはマジで、これは当たりですよ、当たりっつうかね、おすすめしたいと思います、これは。100% フリーザー。まあね、前回のね、悟空を合わせて、見ていきましょう。はい、悟空はこちらですね。やっぱこう、フリーザと比べると髪の毛がね、どうも気になるな、このテッカテカが。まあ、悟空は悟空でね、頑張ってますけど、こういう感じなのかな。いや、すげえいいね、この対決シーン。これで並べるのが一番ベストですね。はい、いや、これはすごい。いや、あとね、ちょっと比べたいものがありますんで、そちらとちょっと比べたいと思います。
はい、ということでね、もう一つの、比較する、フィギュア、並べてみたいと思います。はい、こちらジャジャジャンとね、いやこれみんな皆さん覚えてますかね、かなり前のね、一番くじの B 賞だったっけ、 A 賞が悟空だった気がするね、うん、それの、一番くじのフリーザ、俺はね今までこれがね一番できいいと思ってたの、ブリフリーザ、フルパワーフリーザで、これが一番できいいなと思ってね、ずっとこれはね本当ねもう 飾ってたんですけど、これエフェクトもついてるしね、うん、で支柱がねステンレスの支柱なのかな、これ、うん、しっかりした支柱ですしね、で造形もねすっごい細かくね、こうすごくないですか、もう結構昔の、フィギュアなのにこのクオリティですよ、半端なくないですかこれ、いやーこれはね凄まじいよね、うん、重いしすげえ重いしで、今回のはこれですからね、はい、こう並べるとね、どうですかね、まあ人によって好みは分かれるとは思いますが、こう並べるとねまだちょっと一番くじの方がまあ上かなっていう感じはしますね、まあ、エフェクトもあるっていうのはありますけど、まあ、何よりね似てる、うん、もう本当劇中にこういうポーズ撮りますよね、本当、うん、かなりそっくりだと思います、はい、でもう年代的にもこれ古いのにこの出来だから、うん、まあ、そう考えるとねいやーこれはよくできてたな、ほんと悟空の方はちょっとね、うん、残念な感じがしたんですけど、はい、いやこれはすごい、うん、まあ、この2体並べるだけでも全然ねいいですけどね、これはフルパワーになったばっかの時でね、うん、これ戦闘態勢ということでね、並べるのも面白いですよね、はい、まあ、ということでね、まあ、今回はね、マッチメーカーズ、から、悟空で、そして今日はフリーザをご紹介させていただきました。いやこれからもね、まあ、随時ねプライズ品等入手しましたら、紹介していきますんでね、この機会に、チャンネル登録またね、動画見ていただいた方で、もしねよろしければいいねボタン押してください。はい、それだけよろしくお願いします。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。